1キロのホールケーキを3等分にする場合、重量で考えると333グラムで割り切れないと思いますが、円周360度で考えて120度で3つにカットするときっちり3等分にできると思います。この場合、120度でカットした一切れは均等に3等分できてるんですが、333g で割り切れないというのが、333.333333333って3がずっと続くというのが割り切れないというふうに考えていらっしゃるんだと思うんですけど、例えばじゃあ、1と 0.999999999 っていう無限に続くものは、同じですか？違いますか？これアンケートってできるんだよね、確か。あ、これではい、いいえって書かなきゃいけないのか。いいえ。出た？出ましたね。はい。0.999999 の99の後後ろ続きますよ。限りなく近いかではなく、同じか違うかですね。限りなく近いというのであれば多分違うになりますね。じゃあ、結果出します。ドン。1と 0.999999 は同じですか？はい 50%。いいえ 48%。あ、そうなんだ。本当に半々に分かりましたね。ちなみに正解、数学的な正解を言うと、同じ、はいの 51% が正解ですと。で、なんでこうなるかっていうと、分数ってやつがあって、3分の1足す、3分の1足す、3分の1って、1じゃないですか。ここで、3分の1足す、3分の1足す、3分の1が、1ではないっていう方いらっしゃいます？ここの説明が理解していただけないと、ちょっとこの先進めないんですけど、で、3分の1というのはいくつですかっていうと、3分の1って 0.333333333 って無限に3が続くんですよ。つまり 0.333333 足す 0.333333333 足す 0.333333333 は 0.999999999 になるじゃないですか。ということは、3分の1足す3分の1足す3分の1は1であるし、3分の1足す3分の1足す3分の1は 0.999999999 なんですよ。ということは、1と 0.999999 って同じ数字ですよね。っていうのことになるんですよね。これ何の話だっけっていうのなので、要はそのケーキを3分の1にするって話で、その333グラムが割り切れないっていうのは嘘で割り切れてますっていう、そういう話ですね。はい。